伯爵プロヴァンスの貴族サントロペ公爵の三男として、現在のブッシュイコールデューローヌ県、エクスアンプロヴァンス近郊のサンカナの館で生まれた。シュフランは18世紀後半のインド洋において、すでに支配を確立していた、イギリスのサー・エドワード・ヒューズ海軍中将との、海上派遣をめぐる激しい戦いを優勢に、展開して、イギリス海軍を恐れさせたことで知られている。 フランス南部の貴族の若い指定にとっては、聖職に就くことを除いて、フランス海軍に入隊するか、マルタ騎士団に加入することが、当然の進路であった。マルタ騎士団と、旧フランス王国海軍との関係は緊密で、シュフランは、両親の意向によって、双方ともに所属することになった。1743年10月、 閉鎖的で、貴族的な海軍士官の世界に、士官候補生として加わり、1744年の、トゥーロンの海戦に加わることになる、戦列艦、ソリッドに乗り込んだ。その後、エム・マスネマラの戦隊の、ポーリーヌで、西インド諸島に向かった。1746年に、ケープ・ブレトン島の奪還を目指したダンビル公爵の進行作戦に加わったが、 その無謀な行動はナンパと薬病のために失敗した。翌1747年にビスケーワンでフランス戦団の護送中にイギリス海軍のホーク提督の捕虜になった。電気作者キュナはその時にシュフランはイギリス海軍の不尊なまでの積極性を知ったと伝えている。1748年に講話がなった後に マルタ騎士団のガレー戦による航海に参加するために、マルタに赴いた。これはかつて騎士団が巡礼を護衛して、サンジャニイコールダクルからエルサレムへ行ったことを再現したものであった。シュフランの時代には、この航海は、ほとんどのバイギリシャの島々をめぐる平和的な旅行に過ぎなかったが、北アフリカの狡猾なバーバリ諸国の海賊行為を抑制する目的を兼ねていた。 19世紀のフランス軍艦に飾られていたシュフランの増7年戦争の間、シュフランは幸運にも軍艦オルフェの士官としてイギリスのジョンビング提督との戦いに参加することができた。この海戦は戦術的には互角の損害であったが、少なくともフランスの敗北ではなく戦略的にはメノルカ島のイギリス要塞の降伏をもたらした。 しかし、1759年のラゴスの海戦において、シュフランは上官のオセアンと共に、エドワード・ボス公園の捕虜になった。1763年に7年戦争が終結すると、シュフランは再び騎士団のキャラバンに参加し、より好意で有利な地位を得ようと考えた。しかし、ジーベック、カメレオンの指揮を任され、バーバリ海賊に対抗するための巡行を行うことに、 なった。1767年から1771年にかけて、自らのキャラバンを実行して、騎士団において騎士から指揮官の位に昇進した。その時からアメリカ独立戦争の開始まで、フランス政府がその主幹に実地体験を与える目的で設置した、心臓の戦隊で艦を指揮した。船を操る彼の気力と能力は、上官たちから、 大きな賞賛を受けた。シュフランは18世紀フランス海軍の最高の指揮官と呼ばれている。1778年と1779年に、シュフランはアジアアメリカ方面海軍中将、デスタン帝徳の下で戦隊の一部を構成し、北アメリカ沿岸及び西インド諸島の作戦に従事した。彼は自ら戦隊を率いて、 イギリスのジョン・バイロン帝徳とグレナダ沖で交戦した。その戦いでシュフランの艦ファンタスクは62名を失った。彼のデスタン帝徳への手紙は彼がデスタン帝徳の煮え切らない戦い方に強い不満を持っていたことを教えてくれる。1780年に軍艦ゼールの艦長だったシュフランはフランススペイン連合艦隊の一員として 大西洋で大きなイギリスの輸送船団を捕獲した。上司に対する率直さはデスタンの意見書においてシュフランに不利に働くことはなかった。シュフランが5隻の戦列艦からなる船体を指揮してフランスとスペインに味方したオランダを助け予測されるイギリスの攻撃から希望峰を守りその後東インドに進出する任務に抜擢されたのは デスタン帝督の助言によるところが大きかったと言われている。ポルトプラヤの開戦3月22日、シュフランはブレストからフランスの帝督の中で彼に得意な地位を与えることになる公開に出版した。それはまた会場での指揮官として第一級の存在とするものでもあった。シュフランの生来の特質は 有能であることよりも、むしろ熱血感であることにあった。直近の二つの戦争で、彼の国の海軍に降りかかった最悪は、シュフランも知っていたように、不適切な管理と臆病な指揮に起因するものであり、彼は、その名誉を取り戻したいという熱烈な願望を抱いていた。シュフランは、経験からだけでなくその気象から、同僚たちのやり方フランス海軍は、 イギリスの船を奪うことよりも自らの船の保全を第一に考えていたマイナスに我慢がならなかった。シュフランは、フランスの勢力を元に戻すことは無理としても、成功を積み重ねることによって自国が名誉ある講和を実現できることを希望していた。1八十一年四月十六日、ポルトガルリオー、カーボベルデ諸島のポルトプライの病白地で、彼は、 希望峰へ向かうジョージ・ジョンストン大将率いるイギリス艦隊を発見した。ラゴスの海戦の時、ボス公演がポルトガルの中立をいささかも尊重しなかったことを覚えていた。シュフランは直ちに攻撃を開始した。このポルトプラヤの海戦では、シュフランは他からの支援を得られない状況で、自らの損害と同等の傷を相手に負わせ、イギリスに対して彼らが それまでに知っていたフランス帝督とは大いに異なるタイプの軍人を相手にせざるを得なくなったことを知らしめた。彼は希望峰まで追撃してジョンストンによる占領を阻止するとフランスが保持していたイルド・フランスへと進出した。シュフランの上官であるエム・ドルブは指揮下の11隻の戦列艦からなる連合戦隊でベンガル湾へ赴く途中で死亡した。 シュフランがイギリス海軍のサー・エドワード・ヒューズ提督との間で繰り広げた一連の戦いは、その交戦の数と激しさで名高い。1782年には4回の海戦が行われた。2月17日のサドラスの海戦、4月12日のプロビディーンの海戦、7月6日のネガパタムの海戦、そして9月3日にトリンコマリー港近くで行われた。 トリンコマリーの海戦である。ネガパタムの海戦の後では、トリンコマリーの停泊地を包囲し、小規模なイギリス中東部隊を降伏に追い込んでいる。これらのいずれの戦闘においても、シュフランはヒューズによって一貫たりとも失うことなく、また捕獲もされなかった。シュフランはあらゆる場合に、王政内力を持って、攻撃を仕掛けた。もし部下の艦長の一部が彼の命令に、 従わないということがなかったら、彼は疑う余地なく、異なった形の勝利を得たことだろう。とにもかくにも彼は、艦の補修を行う、港の援助なしで、戦隊戦力を維持し、また自力で、トリンコマリーの白地を確保したのである。ハイダル、アリーと面会する、シュフラン・シュフランの活動は、イギリスの東インド会社と戦っていた。 マイソール王国のハイダル・アリーを勇気づけた。シュフランは、自分の本来の目的は、エドワード・ヒューズの戦隊を無力化することにあるとして、ビュシーの指揮下に出動する軍隊の護送のためにイルド、フランスに戻ることを拒否した。北東のモンスーンの時期には、彼はイルド・フランスに戻らずに、スマトラ島のマレー港で補修を行い、 1783年の南西のモンスーンの時期に帰還した。ハイダル・アリーは死んでしまったが、彼の息子ティプー・スルターンはまだ東インド会社との戦いを続けていた。ビュシーの軍隊が上陸したが、その後の作戦遂行は緩慢であり、シュフランの行動は大きく妨げられる結果となった。そうした状況下、彼は、 ヒューズとの最後の戦いを行った。1783年4月20日に行われた、このカッダロールの海戦は、15隻の船で18隻に立ち向かったもので、イギリスの提督をして、カッダロールを包囲中の陸軍を極めて危険な状態に置き去りにしたままマドラスに引き上げさせた。そこに、ヨーロッパで講和がなったというニュースが到着し、戦いは終了した。 そしてシュフランはフランスに帰国することになった。シュフランは部下の艦長たちの一部の中性と助力の不足によって行動の大部分を阻害された。自身の気象の激しさは時々我を忘れさせることもあった。それでも疲れを知らない活力と豊かな資質、それに海の戦いでの成功は敵を破ることによってのみ得られるという事実の完全な理解があった。 これは、シュフランを侮れないというにとどまらず、相手にとって恐るべき敵とした。シュフランの成し遂げたことは、当時のフランス海軍の指揮官の行ったこととは、正反対のものであった。フランス軍の方針では、海軍の活動は、陸軍の活動に従属するものであったが、シュフランは、母国から遠い海外で行われる戦争では、 まず海を制した者が地上戦の支援にも大きな利点を得るということを理解していた。この一連の戦闘におけるフランス軍の積極性と初期の成功はイギリスの最高司令部がカナダで編成中の陸上部隊を伴った艦隊の目的地をアメリカの植民地からインドの反乱に変更する原因となり結果として アメリカ植民地軍の目覚ましい勝利に結びついた。シュフランの航海は世界史の出来事の中でも最も重要な戦闘の一つであった。シュフランは帰路の途中で補給のため希望峰に立ち寄ったが、やはり同様に帰国する船が数隻寄港し、その艦長たちが彼を待っていた。シュフランは手紙の中で彼らからの賞賛が 他の、どの惨事にも増して嬉しいと語っている。フランスでも、熱狂的に迎えられた。1781年、皆の賛成のもとに、ドービニー伯爵の後任として、フランス海軍中将の任についた。また、不在中に、マルタ騎士団での地位も、倍位まで進められていた。シュフランの死は、全く突然のものだった。その時、 シュフランはブレストに集められた艦隊の指揮を取ろうとしていた。公式の死因は脳卒中とされたが彼が非常に肥満した男であったため疑われることはなかった。しかし、四五万年も経ってから彼の従者がフランス海軍の記録官エムジャルに語った真相はドミレポワ王子との決闘で死んだというものだった。その使用人によれば決闘の理由は 王子の不正行為により、海軍を追放された二人の遠跡を復帰させるために、影響力を行使することを、シュフランが非常に強い言葉で拒絶したためであるという。ありがとうございます。